おじかがた巡視船のヘリコプター艦艦から発進するスーパーピューマヘリコプターヘリコプター艦艦は軍艦船舶に設置されたヘリパッド国際海事機関では単に艦艦だけでなく消火設備などヘリコプターの安全な運航に必要な設備全体を包括するものと定義している一方アメリカ海軍や海上自衛隊では航空母艦などと同様 軍用機としてのヘリコプターは垂直に離着陸できることからかなり狭い艦艦面積でも取り扱えるという点を買われて最初期から艦載機として活用されてきた。しかし手ゼマナ艦上ではヘリコプターが発着する程度の艦艦のスペースを捻出するにも困難が伴い、例えばドイツ国防軍がフレットナーフロリダ八十二を戦乱護衛に投入した際には 砲塔の上に設けたヘリパッドを使用した。戦後、関西ヘリコプターの有用性が認められて、駆逐艦やフリゲートにも搭載されるようになったが、当時のこの種の艦では運用条件も厳しく、依然として航空偽装への制約も厳しかった。例えば海上自衛隊の初雪型護衛艦の場合、波浪の打ち上げによるヘリコプターの破損を避けるために、 水面上6メートルの高さが求められ、また船体動揺による影響を極限するため、船体中心線に近づけようとした結果、管中部で上艦艦より一艦艦高い位置に設定されることになった。また、同時期の他国の艦でも、管尾の偽装品との干渉を避けるためや、管尾幅が狭いなどの理由から、やはり同様の配置とすることがあった。その後、 水上戦闘艦の大型化が進むと、艦尾付近でも十分な艦艦幅が取れるようになり、ヘリコプター艦艦を艦尾に設けることが多くなった。ヘリコプターを発着させるため、ヘリコプター艦艦を含む航空機装は艦の上部に配置されることになり、トップヘビーを避けるために重量の管理が重要となる。ヘリコプター艦艦は運用するヘリコプターの着艦強度に対応する。 必要があるが、重量軽減と両立するため、全体が同一強度とは限らない。また、上記のように、ヘリコプター艦板が上艦板ではなく、上部構造物に設定されることもあるが、この場合、ヘリコプター艦板の構造重量軽減のため、エキスパンションジョイントを設けることもある。陸上のヘリパッドと異なり、特に水上戦闘艦のヘリコプター艦板では、 常に動揺が問題になる。このため、甲板には滑り止め塗装が施されるほか、ソ連海軍では甲板上に網を張って、その目の間に足を入れることで滑りにくくするという方法も用いられた。また、アメリカ海軍でも機体がヘリコプター甲板上にあるとき、発着時以外は必ず主脚にチョックをかませる上、中期の際には肩バックすることになっており、 そのためのかかり止め管が埋め込まれている。ヘリコプターは管に比べて、軽構造であり、機体の小じ金物の取り付け位置が決まっており、タイダウンチェーンの取り付け角度などにも制限があるため、乾板上の金物位置や個数もこれによって決まる。ただし格納庫を備えている艦船の場合は、乾板上に固いましめするだけではなく、乾板上と格納庫内との移動が必要になる。 特に懲戒ヘリコプターや救難ヘリコプターの場合、搭載艦船が動揺する中でも、狭いヘリコプター甲板上をうまく取り回して、発着をこなさなければならない状況も想定されることから、専用の移動装置を備える場合も多い。海上保安庁の場合、初のヘリコプター搭載巡視船である、宗谷では、格納庫内に引き込み用、船尾甲板に引き出し用のウインチを設置して、 機体の移動に使用したが、ウインチとヘリコプターの間のロープが長くなり、横流れしやすいために人力で制動する必要があるという問題があった。その後、順次に改良が加えられて、甲板から格納庫内までレールを付設し、機体の前後に配置した牽引台車によって、引き込みを呼び、引き出しを行う方式に発展した。また、さらに着艦高速装置を備える場合もある。 カナダ海軍が開発したベアトラップは機体移送装置を兼ねたもので海上自衛隊でも採用されたほか、後にはアメリカ海軍の要求を加味した上でランプスマーク3でロストシステムとして採用された。ただしこれはかなり大掛かりなシステムであることもあって、より小規模なハープングリッドシステムも開発されている。これは フランス DCNS 社によって開発されたもので、欧州各国のフリゲートやメコ型フリゲートなどで広く採用されている。ハニカム構造のステンレス板を飛行艦板中央に艦板とつらい地になるように埋め込み、ここにヘリコプター胴体仮面に設置された伸縮式のハープーンを差し込んで機体を拘束するという仕組みである。なお、ヘリコプター艦板の周囲には、 飛行式の安全網が設置される。これは単に甲板上の乗組員の転落防止というだけでなくヘリコプター甲板と海面との高さの差による地面効果の変動を緩和する働きも持っている。航空母艦のように大きな飛行甲板を備えた艦であればヘリコプターが甲板上を発進してから海の上に出るまでに十分にパワーも高度も確保できることから このような配慮は必要とされない。ヘリコプター艦板直前の格納庫上には水平指示灯と侵入閣指示灯が設置されている。民間船舶のヘリコプター艦板に設置するべき等価については日本では日本産業規格に規定されている。水平指示灯船体の同様に関係なく水平を指示するための緑色光を発する等具であり同様安定機場に取り付けられる。 護衛艦の場合、高さの違うものを上下に重ねて2機設置している場合もある。侵入隠指示と着線誘導をするための3、色光を投稿する道具であり、こちらも同様安定機上に取り付けられる。四角形のパネル上で、上側両原に赤色灯、下側両原に緑色灯、そしてその中央に十字型の大々色灯が配置されている。 航空母艦の光学着艦装置のヘリコプター版と言うべきもので、パイロットから見て、緑色なら正しい侵入経路に乗っていることを示し、大々色なら高すぎ、赤色なら低すぎることになる。ヘリコプター艦板標識等ヘリコプターのパイロットに対し着戦するための艦板部位を示す頭部の総称。なお、東部には、西横等前方限界等中心線島、 着線点表示等、境界等などがある。ヘリコプター看板照明等原則に一定間隔に設置し、看板面をほぼ水平に照射して、ヘリコプターのパイロットに看板面の存在を知らせるための白色光を発する灯具。ありがとうございます。